皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回はドラムじゃなくてドラですね。ドラの話というか、まあレコーディングなんですけど、この後ろに見えるやつ、これは相当大きいです。まあ私と比較するとどのぐらい大きいか大体わかると思いますけど、これはですね、直径1メートル、直径1メートルあります。中国の武漢で作ってもらいました。40インチのドラなんですけど、これを作ってもらいました。やっと到着しましたので今日叩いてみたいと思います。で、ドラはですね、私パイステのドラも、34インチのパイステのドラも持ってるんですけど、音の方向性が全然違います。パイステは、まあ、シンバルのメーカーですから、なんていうんですかね、ハーモニクスがいいというか、綺麗な音が出ます、パイステは。で、この武漢のドラ、どんな音が出るかっていうと、地響きするようなこうドーンとこう低い音が出るんですね。私は武漢の、まあドラは大好きなんですけど、チャイナシンバルも今赤いセットとかに組んでるやつは武漢のチャイナを使っています。もう昔からです。もうチャイナ、武漢のチャイナはもう何年だろう、もうそれこそ2、30年前から愛用してるんですけど、ジルジャーンもパイステもセイビアもチャイナは持ってはいるんですけど、やっぱりチャイナシンバル本来のあのチャイナの音が出てくれます。で、このドラムもですね、今回どうしても1メートルのサイズが欲しくて、まあもっと言うと1メートル20ぐらいのサイズが欲しかったんですけど、ちょっと輸送費の関係でもう莫大な費用がかかるっていうことで、まあ1メートルに、今回1メートルのやつを作っていただいたんですけど、それでもすごい音が出ます。やっぱりパイステとちょっと比較すると、もう全然こっちの方が圧勝ですね。音的にはものすごい低音が出るんで非常に満足してます。で、これか、この後ちょっと演奏してみたいと思いますけど、で、この2つ、これは日本のドラです。和ドラっていうんですけど、コブドラとかも真ん中が出てるんですよね、ポコンと。コブドラとか和ドラっていうんですけど、実はこっちのドラは山形県のお寺で使われてたものなんです。それを今回ですね入手したんですけど、なんでも江戸時代の、じゃ、だから江戸時代からあるお寺でそこで使われてたらしいので、江戸時代のドラのようです。江戸時代って言ったら1867年か、江戸時代だから1867年より前っていうことは150年は経ってるってことですよね、江戸末期であれば。でも中期だったらもっと以前ですから、それこそ200年以上前のドラで、お寺で使われてたということは、おそらくお坊さんがお経をあげながらこのドラを、叩いていたと思います。なので今まで相当な数のお葬式で活躍していた、まあ言ったら相当な数の先人たちをお見送りしたドラということです。私はそういうのはですね、いい方向に物事を考えるので、非常に貴重なものをいただいたなと思ってます。多くの方がこの音を最後に、天国に迎えたのかなと。非常にちょっと何回か叩いてみたんですけど、感慨深いものがありました。あー、素晴らしい音だなと思って。で、一番奥のドラですね、一番右側のドラ、これは何だっけな、明治時代らしいんです。明治時代に使われてたドラだから、まあそれでも100年ぐらい経ってると思う、100年以上は経ってると思うんですけど、両方とも状態は悪かったです。で、磨いたんです。これでもちょっと磨いたんですけど、右側の明治時代のドラは、
鉄で作られてる感じです。でこれはですね、銅です。ちょっと削ってみたんです。何でできてるの。銅めちゃくちゃ重いです。重さがこれ7キロぐらいあるんです。すごい重いんで。そっちは軽いんですよね。やっぱり薄っぺらい。鉄板が薄っぺらいんで。このドラはものすごく分厚いです。鉄板が。で音も深いです、ね、で今回この3種類のドラをちょっと演奏してみたいと思いますので。ドラの音は私すごく落ち着くんですよね。なんか気分が和むというか。なので大好きです。ドラは。本当はもう一個ぐらい欲しいなと思う。1m50ぐらいのでかいやつ欲しいんですけど、さすがに金額的にとんでもない車が買えるぐらいの金額になっちゃうので、まあ、今回はこの 1m のやつを作っていただいたんですけど、落ち着きます。じゃあ今からレコーディングしたいと思います。